こんばんはニュースをお伝えします会社内で紅茶が売り切れました先日お昼頃、ロート製薬社内にて社員である N さんが飲み物を買おうと自動販売機に向かったところ午後に飲みたくなる紅茶がすべて売り切れてしまっているという事件が発生しました午後といえば紅茶やと思って買いに行ったんですけど全部売り切れてたんですよ 同じ発想の社員多かったんですかね本当に困りましたよ調べによりますとロート製薬社内にて同様の事件は何度も起きているとのことで多くの社員から苦情が集まっている模様です続いてのニュースです女性社員が問題発言で謝罪しましたロート製薬の広報であるネバセイコ,コロさんが会社の飲み会の席において e スポーツの話題に触れた際 e スポーツは e スポーツですねと発言一時現場は静寂に包まれましたはぁー e スポーツは e スポーツですねあ周りの社員が気を使ってフォローし最悪の事態は回避したもののあまりに低クオリティなダジャレは その後も議論を呼んでいます。これに対しネバセイさんは悪気はなかった、つい間が差したと語っており、今後はこのようなことがないよう最新の注意を払っていきたいと謝罪しました。続いてのニュースです。企業系公式ユーチューバーに解散の危機が迫っているとのことです。先週末、ロート製薬の公式ユーチューバーとして活動しているネバセイコ,コロさんと僕の間に。 亀裂が生じました姉であるネバセイココロさんが秋冬ファッションの紹介をしたいとっくりとか良くないと発言これに対し僕はとっくりって何と何度も問い詰めましたココロさんはとっくりはとっくりだよと一歩も譲らず口論へと発展しましたその後とっくりがタートルネックセーターを意味することであると判明しました 現在も冷戦状態が続いているとのことですまた、ネバセイコ,コロさんの e スポーツは e スポーツといった発言やとっくりセーターなどとても20代女性とは思えない言動に年齢差小疑惑などもささやかれています決してそのようなことはないと願いたいところです以上、どうでもいいロートニュースでしたこの番組はご覧のスポンサーの提供で